島鉄、バスターミナル島鉄、バスターミナルは、かつて、長崎県島原市に所在した島原鉄道のバスターミナル。島原鉄道のバス路線網の最も重要な拠点の一つであった。イオン島原店再開発に伴い、令和3年2月28日をもって廃止された。廃止に伴い、窓口業務は、島原駅へ、高速バスは、島原港へ、 一般路線バスは200メートル南側の国道沿いに乗り場移設という形でバス停が新設された。国道側バス乗り場側。背景は微山。バスターミナル建物は鉄筋コンクリート造り2階建てで1階の一部がバスターミナルとして使用されていた。建物内には島鉄観光旅行センターが併設されていたが島原駅構内に移転した。 国道251号に面しているが、バスが発着するのは国道の反対側に設けられた乗り場になっていた。敷地内に島鉄バス島原営業所が併設されていた。廃止後は島原駅構内に移転している。雲仙方面、北目方面、南目方面、島原、近郊路線一般路線の多くが島原駅前、島原港と本。 バスターミナル間で重複して運行されていた。ありがとうございます。